どんぐり FM。 どうもナツメグです。どうもなるみです。寒くなってまいりました、どんぐり FM です。はい、僕ね、うん、こないだ新潟行ってきたんですよ。はい。新潟って行ったことあります？あんまりないな。うっすら行ったことあるけどあんまりないですね。なんかさ、新潟ってめちゃめちゃでかいらしいんですよね。国土が、国土めっちゃ広いっすよあれ。うん、だからなんか湯沢とかはさ、ガーラ湯沢とかスキーとかスノボで行ったりしたんだけど、今回初めて新潟駅っていう中心地行ったんですけど、うん、めちゃめちゃいいっすよ新潟。へえ。なんか結構遠いイメージあったんですけど、うん、東京からバス乗ったら一瞬で着いてんすよ。一瞬じゃないじゃん、寝てんじゃんそれ。そうそうそう、それなら別に福岡でも大阪でも一瞬だわ。夜寝るじゃん、だって夜寝るじゃん。うん、夜行バスだとさ、僕結構どこでも寝れるタイプなので、うん、夜行バス全然苦になんないんで、新潟行ってきたら片道3000円っすよ、安い。でなんか夜出て朝着いて、で新潟駅に着いたんですけど、うん、とりあえずスタバに入って昼間ずっと仕事したんですけど、うん、駅が結構すごくて、駅バカでかいんですよ。でその中になんか日本酒が飲み放題のポンショ館とかいうめちゃくちゃやばい施設入ってんすよ。ああ、なんかあれドリンクバーみたいなやつで飲めるやつ。そうそうそう、はい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 、そうそう、 あれ新潟駅か、はいはい、あれ新潟駅の駅の中にあんのよあれが、うんうん、で500円とかでその辺の日本酒がもうガンガン飲めちゃうわけよ。そう、ドリンクバーみたいな感じでね、うん、あと普通に美味しい居酒屋さんとかも全部駅の中に入ってるからさ、もう初日駅から出れなかったからね。もう駅がすごすぎるの、もうトムハンクス状態ですよずっと。トムハンクス、何それ、ターミナルの話。ターミナルですよもう。出なくていい、ずっと駅にいるっていう感じでね過ごせる、うん、なので新潟は行って すげえ楽しかった。へえ。おすすめっすね。あと新潟といえばね、福岡に次ぐどんぐり FM の街として知られてるじゃないですか。どんぐりリスナーの方も結構多いみたいで、あのぬったりエリアってあるんですよ。ぬったりエリア、ぬったりっていう街があるの。カタカナ、すっげえ名前ですよね。カタカナ、あのね、沼に垂れるって書いてぬったりって読むのよ。へえ。その辺がなんかちょっと古い街並みで、かつあのおしゃれなカフェがあったりして、うん、ちょっとねおしゃれゾーンなんですよね。でそこのゲストハウスに僕泊まったんですけど、ゲストハウスにカフェが出ていて、若い女性やってるんですけどね、その人がどんぐり FM リスナーということで、へえ、その人ポッドキャストやってるんですけど、うん、これどんぐり面白いよって紹介してくれたりしてね、うん、でお会いしてきて。それなんてカフェなんですか？カフェ明星っていう。明星、明星、明るい星。めっちゃなんかアイドル好きそうな名前だな。、うん、そうだね。でそのカフェをやってる女の子っていうのがすげえ面白い人でさ、昔からカフェ屋の夢だったらしいんですよ。でも普通に就職したんだけど、もうカフェやりたくてしょうがなくて会社辞めちゃったんですよね。そうすると普通はさ、うん、カフェでバイトとかすんじゃん、一般的な人は。でもその人ちょっとおかしいから、まず自分の自作の雑誌出したんですよね。そういうのジンっていうの知ってます？ジン知らない、ちょっとわかんないです。個人で出す雑誌のことをジンって言って、うん、割とそのな同人誌みたいなもんなんですかね、うんうん、文字で構成された個人で出す雑誌みたいな、そういうの、まあ、割と若い人流行ってるみたいなんですけど、そういう出したりとか、あとポッドキャスト始めたりだとか、そういったなんかちょっとずれた活動しながら、うん、カフェをやりたいみたいなのを語り続けていて、でようやく今年そのカフェをオープンしてっていう風に、なんかね、まずジンとポッドキャストでファンを作ってからカフェをオープンするという変なルートをたどる。へえ、面白い。うん、すごい面白い人だったな。でそこはあの週替わりスパイスカレーを出してるんですけど、それもすげえ美味しくて、なのでもうずーっと僕そのゲストハウスとそのカフェでダラダラしながら仕事したりして滞在したんですけどね、うん、あとあの夏目さん覚えてます？夏目ぐさんと夏目さんのポッドキャスト面白いよって紹介した間違ってた人、はい、いちごの暴れ馬ブリングバックさんっていう人なんですけど、あ、いちごなんだ。そう、あの人もね新潟駅近いんですよ。人ともちょっと連絡して駅で待ち合わせて、まあ、コンビニの前で飲みました。すげえ面白い人でした、あの人。農家の方でね、かつヒップホップとかダンスとか、うん、イラストとかやっていて、めちゃめちゃ多彩なおしゃれなお兄さんでしたね。へえ、面白い。なんか帰りにお米とかもらっちゃって、新潟の人あったかいですね、やっぱね。うん、それちょっと一瞬それるんですけど、今新潟の人あったかいって言いました。それ北海道あったかい説ですよね。見ました、あれ。見ました見ました。あの記事最高に面白いですよね。あの記事最高に面白い。ちょっとあのあれめっちゃ面白かったんだよな。何これは。これ何かっていうと、ライブ後の感想で北海道の人はあったかいって言われるの辛いっていうブログ記事あったんですよ。うん、これめちゃくちゃ面白いですね。面白かった。
なんかよくバンドとかが北海道でライブすると、いやほんと北海道の人はあったかくてみたいな、必ず言われるらしいですね外は寒いけど人はあったかいみたいなことはもう定番らしいですね。これさ、アーティストからするといろんな地方行って一個北海道はこう言ってうまいこと言ったって思うけど、多分あれなんでしょうね、北海道の人からすると本当に誇張なしで100万回聞いてるって多分本当そう言われてる、本当そうなんだろうな。でもまあそれ しょうがないよね。沖縄の人にあったかいって言いづらいですもんね、あのだって、ね、だって暑いもんって、うん、暑いからさ、いや新潟の人はあったかいっすよであれでしょ、言うのは次はあーとマジで飯がうまいって、えもう飯の話そうそうそういやでも実際北海道行ったらさ、うん、飯うまいんだもんだって違うここにも書いてあるじゃん、もっとさこう最高に盛り上がりすぎたよとか、お客さんのさこうもっと何はいはいなんかあるでしょ言ってるね、うん、このブログの人めちゃめちゃ面白いよね。面白い。逆に東京と大阪とかどんな盛り上がりしてるんですか全員着てる服ビリビリに破ったり豚の像持つステージ投げつけたりしてるんですかいいよねこういうのね。うん、でもね僕らあの福岡で公開収録しましたけど、うん、その時でもほんとこんな感じでしたよね。うん、そうですね、みんなビリビリでしたよね。お客さん服ビリビリに破ってね、うん、なんかもつ煮込みで投げてきましたね。投げてきました投げてきました、ね、やっぱそういう盛り上がらしてくると嬉しいですよね。そうそう、もうそこら中でねもう日本酒ぶちまけまくっててね、うん、焼酎の匂いがプンプンしましたね、会場はね、うん、あれやっぱ激しいですからね、うん、やっぱり北海道行ったらどうなるんだろうね。ねえ、もう牛投げてくるんじゃないかみたいなね、もう人があったかいねって感じになるんですかねいやでも僕北海道ってあのここ15年20年行ってないんですけど、うん、このブログ見てちょっと行きたくなったんですよねなんかねいや公開収録で北海道行きたいですね。行きたいですね。でも北海道って僕も全然行ったこと、一回なんかの拍子にちょっと一瞬一日ぐらい行っちゃっただけなんですけど、はい、全然知らなかったんですけど、知り合いに、うん、あのどこどこのイカが美味しいから絶対行ったら食べてねみたいなこと言われて、うんうん、よし行こうっつって乗り換え案内見たら12時間みたいな感じで出てあれなんかよくある大阪の京橋と日本の京橋、あ東京の京橋でやっちゃったかなみたいな感じで見たら、あれ、はいはいはい、でも合ってるみたいな。バカでかいからね。バカでかいんですね。うん、そうなんすよ。なんかだから本当に北海道っていいねっていう主語の大きさで語ると多分ね、北海道の人たちからすると、え北海道のどこ、うん、だってそれってもう本州いいねみたいな感じなわけだよねどこってなる、どこやんってなるわけだよね。うん、そうなんだろうね、うん、いや新潟よかったんですよ。あのちょっともう一個ね、僕おすすめしたいスポットがあって新潟で、はいはい、石本商店っていうカレー屋さんがあったんですよ、はい、これがね新潟駅からバスで30分行って、さらにバス降りてから10分歩くみたいな、遠いわ、完全な超郊外、超郊外にあるんですよ、うん、普通の郊外の住宅街の中にある結構ガレージみたいな豆腐屋さん、うん、そのごま豆腐屋さんなんですけど、その中にスパイスカレーとごま豆腐のお店がオープンしていて、めっちゃ人気なのそれが、うんうん、そんな郊外にあんのに、あのね、もともとおじいちゃんがやってたごま豆腐屋さんっていうのを、そのお孫さんの方が東京から U ターンして後を継いで、そのデザートみたいに美味しいごま豆腐とあとスパイスカレーってお店開いたらしくて、めっちゃ人気になってね、で僕もなんかインスタがなんかで見て食べ行ったんですけど、超うまいのでぜひね今新潟の人は行ってみてほしいですね。へー、でも結構遠い、遠いですね。そうそう、いやほんとね、そんな人いないだろうと思って行ったらさ、びっくりしたね、10時半とかからも人並んでんだろうね。すごい。それ食べに並んでるんですか、なんか周辺に例えばディズニーランドあってそのついでいいみたいなんじゃなくて。ディズニーランドはないのよ、それあと家しかないのその辺、うん、家とちょっとした畑とかしかないとこなのに、そのカレー屋に並んでんすよ。でも若い女性とか多いんだよね、うんうん、でみんな車で来て駐車場に置いて並んでたりしててさ、うん、僕は普通にバスで行ったんですけど、でカレー超美味しくて、ごま豆腐のデザートも美味しくて、食べた後さ、うん、普通に帰ってきたらなんか帰りもバス乗ってたんですよね。したツイッターの DM が来て、石本さんという人が DM 来てさ、うん、もしかして今カレー食べたのなるみさんですか、ね、有名人、いつもポッドキャスト聞いてるのでもしかしたらと思って、間違ったらすいませんみたいな DM 来てさ、へーすごい良かったですね、なるみさん、なんかなんだろう、鼻くそほじってテーブルにつけたりしてなくてしないわ別にいつもみたいにやってたらやばかったですね、本当だよね、うん、いやどこでリスナーさんがいるか分かんないなと思って、いやいや壁に耳あり障子に目あり、こうね、そうですね、うん、ちゃんといつでも正しい行い、お天道様は見てるよっていうことで正しい行いをしないと、はい、いや都内だとちょっと正しい行いしてようと思ったんですけど、新潟でも気をつけた方がいいなっていうふうに思いましたね。いやそうですね、どんぐり FM。 僕新潟で言うと、
僕は一個すごいなと思ってるものがありまして、ちょっと一瞬さっきの会話でも出たんですけど、ガーラ湯沢、ガーラ湯沢ねのスキー場、これは僕はちょっと皆さんにぜひお伝えしたくてですね。あれやばいよね。やばい。でこれは何かと言いますと、株式会社ガーラ湯沢が経営してるんですけど、まず何がすごいってこう、もうなんだろう、昭和の時に比べてみんながスキーに行かないんですよ、もう。スキースノボに行かない。じゃあなんでだろう、どうしたらいいんだろうってことで、このガーラ湯沢は何したかっつうと、駅とくっつけたんですよ。そうっすね、むちゃくちゃだよねあれ、もうね。でこれができるのはこうね、どんぐり聞いてる方々でいろいろとね、いろんなお仕事してる方がいると思うんですけど、想像してほしい、駅とくっつけようっていうのはどうしたらできるんだと。やばいよね、年に1回ぐらい行ってるけどさ、やばい。新幹線降りたらもうゴンドラなんだよね。そうで、そこでもう何、スキーウェアとスキーを借りるんだよね。そう、むちゃくちゃだよねあれ、もうね、むちゃくちゃで、僕一回リクルートの時、リクルートって東京駅直結なんですけど、でみんなが先行ってたんですけど、ちょっと遅れていくっつって行って、1時間半か1時間ちょいですね、新幹線乗って降りたらもうゴンドラなんのよ。そう、7時とかに会社出て8時にゴンドラ乗ってんだよ。すごいよね、新潟で、だからあれさ、夏目さん、そうリクルートだから東京駅じゃん、もう車内でさスキーウェア着て、なんかスノボとか持ってさ、あの新幹線乗ったらさ、降りた瞬間ゴンドラバー乗ってね、そうさーって滑る感じだもんね。あれはね、あれをできた人たちはすごい、すごいね、ほんとすごい、ガーラ湯沢はマジでやばい。しかもあの駅の中にさ温泉もあんじゃん。そう、帰りあそこでゴンドラ降りて服着替えて温泉入って新幹線をゆっくり待ったりできてさ、で多分確かそれやって売り上げがめちゃくちゃ上がったんですよね、ガーラ湯沢のあのスキー場の。いや分かるよ、仮説としてこうユーザーヒアリング、どうしてスキー行かないんですかとか、ホゲホゲホゲって言ったら、まずグッズ持ってないとか、あと遠くてめんどくさい、この持って歩いたりとかバス乗ったりとかね、車もないしな今ね。そうそう、で家チェーン巻くみたいな、昔と違って事業者持ってるわけじゃないし、でその時にじゃあどうしたらいいかっつったら、駅直結にすればいいじゃんつって、でレンタルもそこですればいいじゃんつって、で帰った時にびしゃびしゃで寒くてやだみたいな、じゃあ温泉つけたらいいじゃんって。わかるわかるけど、できるのはすごい、すごいよね、マジですが、一回みんな行っていただきたい。そのなんだろうな、ちょっと大きめのイベント企画とか、あとこうなんだろう、ユーザーへハッピーな体験を届けるみたいな仕事をしてる人は一回行っていただくと、ああ、完璧に課題を解決したこうね施設ってこういうことなんだ。いやほんとすごいよあれ、新幹線降りて4秒でもうスキーできてるもんねあれね。あれはなんか、あれできるんだったら、あれできるんだったらもうなんかなんだろう、ディズニーランドもそのままもっと直結でも行けそうだし。でもあれもう目の前だからいいだろ、もうあれはもう舞浜の目の前じゃん。言うて歩くじゃないですか、もうあの改札出たらもうなんかスプラッシュマウンテンみたいな、なんかそういうそういうことですよね。あのそこまでいる？一回濡れていくみたいな。でもなんかこうそう、これできるんだったらもっといろんな、さて問題です、はい、これでどこの駅に何を直結したら面白いでしょう。やっぱ温泉とかつけてほしいですね。あ、駅の中にあるって、はい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 。例えば駅からホームに足踏み入れるじゃないですか、そこはもうジャポンってなるんですよ。はいはい、もう電車の中で脱いでてっていう。なる、なるほどね、そんぐらいだといいんじゃないですか。あとあれは国立競技場駅みたいな、なんかそういう代々木運動公園みたいなところが、改札開けたらなんか球場みたいな。あ、野球場は野球場、本当に直結。西武球場前とかはありますけどね。あれ直結なんですか。降りて1分ぐらい歩くでしょ。1分歩くね。違う違う違う、このガーラの凄さはあの、まあそうだね、ガッチャンコしてる凄さなんですよ。はいはいはい。あ、じゃああれはもうホームでにいて見れるっていう、もうなんだろう、試合がもう帰れどういう構造なのその球場は。もう駅で試合してるぐらいの、おっとカブレラが打ったボールが JR 山手線にぶつかったみたいな、なんかそうそれいいね。あの駅電車が通過してる時にもうめちゃくちゃ見れるとかでもいいね。もうそれぐらい、そういうこと、このガーラ湯沢の凄さは。いやガーラはマジで半端ないね。ぜひねこれで興味持った方々はちょっと一回ググってみて、ああこういうことね、あのどんぐりで言ってたのっていうの。そうだね、ガーラはそう12月のね半ばから今年も多分スキー始まるから、都内からほんと近いよね。マジで東京駅で上野駅とか乗ったらもう一瞬で着いちゃうからね。いやほんと一緒ですよ、多分ね所沢とかね行くよりもお台場行くよりも近くに行っちゃいますからね。これ同じぐらいな感じだよね。うん、朝ぐらいで午前だけやるとかだとなんかねトータルで1万ちょいとかなんだよね。とにかく安い、早い、うまい、最高なんすよ。新潟いいっすよ。新潟ね、なんか
都内からちょっと旅行行くときって、軽井沢とかさ、仙台とか、あとなんだろう、金沢とか、その辺選択肢出てると思うんだけど、新潟市ね、すげえいいのでね。ぜひ、これを聞いてる皆さんはね、新潟はとてもあったかいので、あったかいので、人があったかいので、ぜひ行っていただけると。おすすめですね。